はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ピクセル画廊です。今回はプロレスラーの獣神サンダーライガーのドット絵を作っていきたいと思います。今回使いますブロックは黒色の羊毛、白色の羊毛、赤い色の羊毛、黄色の羊毛、黄緑色の羊毛、オレンジ色の羊毛、桃色の羊毛、樹皮を剥いだ白川の木、樹皮を剥いだオークの原木、これらのブロックを中心にですね、使いますけれども、最後あたり、途中、最後あたりにちょっとブロック入れ替えて他のブロックも使って、作っていきたいと思います。それではね、今からスタートします。まずこの位置から黒色の羊毛を左方向に 1,2,3,4,5,6,7 間を7つ開けます。 1,2,3,4,5,6,7 この位置から黒色の羊毛を 1,2,3,4,5,6,7 で1段上がって右へ1個ずらして黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を 1,2,3,4 黒色の羊毛を1個、間をずっと開けてこの位置に黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を 1,2,3,4 黒色の羊毛を1個、1段上がって黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を2つ、赤色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個置きます。でずっと端の方までちょっと走ります。でこの位置に黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を2つ、赤色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、1段上がって左へ移動してこの位置に移動します。で黒色、ここから黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、赤色の羊毛を 1,2,3 黒色の羊毛を 1,2,3,4,5 赤色の羊毛を 1,2,3 黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、1段上がって黒色の羊毛を左側へ2つ、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を2つ、白色の羊毛を 1,2,3 で黒色の羊毛を2つ、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を2つ、1段上がって右へ1個ずらして黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を2つ、で黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を 1,2,3,4,5,6,7 黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1個、1段上がって黒色の羊毛を左方向に 1,2,3 白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を 1,2,3 1段上がって黒色の羊毛を1個、
赤色よも1234、黒色よも1個、白色よも1、2、3、黒色よも1個、赤色よも1、2、3、4、黒色よも1個、一段上がって黒色よも左方向に1、2、3、4、5、白色よも2つ、黄緑色よも1個、白色よも2つ、黒色よも1、2、3、4、5、一段上がって黒色よも1個、白色よも1、2、3、黒色よも1、2、3、黄色よも1個、黒色よも1、2、3、白色よも1、2、3、黒色よも1個、一段上がって黒色よも右方向に2つで移動してきて、この位置に白色よも1個、黒色よも1、2、3、黄色よも2つ、黄緑色よも1個、黄色よも2つ、黒色よも1、2、3、白色よも1個、黒色よも1、2、3、4、5、一段上がって白色よも、あ、とりあえず右へ1個ずらして、白色よも左方向に2つ置いて、その左側に黒色よも1、2、3、一段降りてその下に黒色よも1個で、一段上がって移動してきて、この位置ですね、赤色よも2つ、黒色よも1個、白色よも2つ、黒色よも1個、黄色よも1個、黒色よも2つ、黄色よも1個、黒色よも2つ、黄色よも1個、黒色よも1個、白色よも2つ、黒色よも1個、赤色よも1個、黒色よも2つ、一段上がって赤色よも1個、右の台に黒色よも1個、移動してきてこの位置に白色よも1個、赤色よも1個、黒色よも1個、白色よも1個、黒色よも1、2、3、4、5、6、7、白色よも1個、黒色よも2つ、白色よも2つ、黒色よも1個、赤色よも1、2、3、白色よも1個、黒色よも1個、黄色よも1個、黒色よも1個、一段上がって黒色よも1個、黄色よも1個、黒色よも1個、白色よも2つ、黒色よも1個、赤色よも1個、黒色よも1個、白色よも1個。
黒い色の羊毛を1、2、3、4、赤い色の羊毛を2つ、黒い色の羊毛を1個、赤い色の羊毛を1、2、3、黒い色の羊毛を1、2、3、赤い色の羊毛を1個、黒い色の羊毛を1個、赤い色の羊毛を1個、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を2つ。1段上がって左へ1個ずらして、樹皮を剥いだ白皮の木、ここをこれをこの位置から右方向に2つ、黒い色の羊毛を1個、移動してきてこの位置に黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1、2、3、4、白い色の羊毛1個、赤い色の羊毛を1、2、3、白色の羊毛1個、赤い色、黒色ですね、黒い色の羊毛1個置いて、赤い色の羊毛を1、2、3、黒い色の羊毛を1、2、3、白い色の羊毛を1個、黒い色の羊毛を1、2、3、白い色の羊毛を1個、黒い色の羊毛を2つ。1段上がって右へ2つ出して、黒い色の羊毛を1個、樹皮を剥いだ白樺の木を1、2、3、黒い色の羊毛を1、2、3、赤い色の羊毛を2つ、黒い色の羊毛1個、赤い色の羊毛1個、黒い色の羊毛1個、白い色の羊毛1個、桃色の羊毛1個、白色の羊毛1個、桃色の羊毛1個、白色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、赤い色の羊毛1個、黒い色の羊毛1、2、3、4、樹皮を剥いだ白樺の木を1個、樹皮を剥いだオークの原木を1個、樹皮を剥いだ白樺の木を1個、黒い色の羊毛1個、1段上がって黒い色の羊毛1個、樹皮を剥いだ白樺の木を1個、樹皮を剥いだオークの原木を1個、黒い色の羊毛を1、2、3、4、5、赤い色の羊毛1個、黒い色の羊毛を1、2、3、4、5、6、7、赤い色の羊毛1個、黒い色の羊毛を2つ、赤い色の羊毛1個、黒色の羊毛を1、2、3、樹皮を剥いだ白樺の木を1、2、3、黒い色の羊毛を1個、1段上がってここから黒い色の羊毛を左方向に1、2、3と置いて、こちらのブロックを潰して1個右へ移動して、黒い色の羊毛を1、2、3、4、5、赤い色の羊毛1個、黒い色の羊毛1個、
黄緑色よもう一個、黒色よもう一個、赤色よもう一、二、三、四、五、六、七、八、黒色よもう一個、黄緑色よもう一個、黒色よもう二つ、間を二つ開けて黒色よもう一、二、三、一長くて、少し移動しまして、この位置に黄色の羊毛を1個置いて、右側に黒色の羊毛を1個移動してきて、この位置に黒色の羊毛を1個、黄緑色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1、2、3、4、黄色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1、2、3、赤色羊毛1個、黒色羊毛1個、黄緑色羊毛1個、黒色羊毛1個、赤色羊毛1個、黒色羊毛1個、黄色羊毛1個、黒色羊毛1、2、3、4で、一段上がって右へ一個ずらして、黒色の羊毛を右方向に二つ、黄色の羊毛を二つ、黒色の羊毛を一個、赤色の羊毛を一個、黒色の羊毛を一個、黄緑色の羊毛を一個、黒色の羊毛を二つ、間を2つ開けて黒色の羊毛1個、黄色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、まあ目のところは後に塗りますので、間2つ開けて黒色の羊毛1個、黄緑色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、黄色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を1個で、このうちに黄色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1、2、3、間を3つ開けて黒色の羊毛を1個、黄色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、ここからずっと開けて、この位置に黒色の羊毛を1個、赤色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1、2、3、黄色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1、2、3、一段上がって、この位置から左方向へ黒色の羊毛を1、2、3移動してきて、この位置の黒色の羊毛の6個潰して、右へ1個移動して、黒色の羊毛を右方向に1、2、3、赤色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1個、赤色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、間をずっと開けて、この位置に黒色の羊毛を1個、黄色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、間をずっと開けて、
この1ですね。この1に黒色用も1個、赤色用も1個、黒色用も1、2、3、1段上がって赤色用も1個、右隣に黒色用も1個移動してきて、この位置に赤色用も左方向に1、2、3、で黒色用も1個置いて、ずっと移動してきて、この位置から、黒色用も右方向に1、2、3で移動してきて、この位置に黄色用も1個で、左隣に黒色用も1、2、3で移動してきて、この位置に黒色用も1個赤色用も1個黒色用も1個赤色用も1、2、3、4、5、黒色用も1個1段上がって右へ1個ずらして、赤色用も左方向に2つ、黒色用も1個移動してきて、この位置から黒色用も右方向に1、2、3、4、5、赤色用も1個黒色用も1、2、3、4、黄色用も1、2、3、4、5、6、7、黒色用も1個で1個開けて、黒色用も1、2、3、4、黄色用も1個黒色用も1個1段上がって、黄色用も1個右の側に黒色用も1個移動してきて、この位置に黒色用も1個1段上がって右へ1個ずらして、黒色用も2つ置いて、1段降りてきて、この位置ですね、移動してきて、黒色用も、左方向に2つ、黄色用も1個、黄色2つ置きましょう。ここから黄色を置いていきますか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、で黒色用も1個黄色の用も1個、黒色用も1、2、3、4、1つ開けて、黒色用も1個黄色用も2つ、黒色用も1個1段上がって、黒色用も右方向に1、2、3、間を3つ開けて、この位置から黒色用も1、2、3、4、で黄色用も1、2、3、赤色用も2つ、黄色用も1個赤色用も1個黄色用も1個赤色用も1個黄
黄色よもう一個、赤色よもう一個、黄色よもう一個、黒色よもう1、2、3、一段上がって黒色よもう右方向に1、2、3置いて、この黒色の羊毛ブロックを潰して左へ1個ずらして、黒色の羊毛を2つ、赤色の羊毛を1個、黄色の羊毛を1個、赤色の羊毛を2つ、黄色の羊毛を1個、赤色の羊毛を2つ、黄色の羊毛1個、赤色の羊毛を2つ、黄色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1、2、3、4、5、一段上がって黒色の羊毛を左方向に1、2、3、ちょっと髪をなびかせております。で、移動してきて、この1の黒色の羊毛ブロックを1個潰して、右側へ2つ移動して、黒色の羊毛を1、2、3、黄色の羊毛を1個、赤色の羊毛を1、2、3、黄色の羊毛を1個、赤色の羊毛を1、2、3、4、5、黄色の羊毛を1個、赤色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を1個、で、黄色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1、2、3、赤色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、赤色の羊毛を2つ、黒色の羊毛1個、黄色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、黄色の羊毛1個、黒色の羊毛2つ、一段上がって右へ1個ずらして、黒色の羊毛を1、2、3、黄色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1、2、3、4、黄色の羊毛1個、黒色の羊毛を1、2、3、黄色の羊毛を2つ、黒色の羊毛1個、一段上がって黒色の羊毛1個、黄色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、間1個開けて黒色の羊毛1個、黄色の羊毛を1、2、3、黒色の羊毛1個、赤色の羊毛を1個、黒色の羊毛を2つ、黄色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を1個、黄色の羊毛を1個、黒色の羊毛を2つ、赤色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、黄色の羊毛1個、黄緑色の羊毛1個、黄色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、間1個開けて黒色の羊毛1個、黄色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、一段上がって右へ左へ1個ずらして、黒色の羊毛を2つ、間1個開けて黒色の羊毛1個、
オレンジ色用もう1個、まあ中間色の意味でちょっとこの色を使いました。で黄色用もう1個、オレンジ色用もう1個、黒色用もう1個、赤色用もう1個、黒色用もう1個、1個開けて、黒色用も2つ、一段上がって間を1234開けてこの位置から黒色用も1個置いて左隣に赤色用も1個、黒色用も1個で移動してきて、この位置に黒色用も1個、オレンジ色用も1個、黒色用も1個、一段上がって黒色用も1個、間一つ開けて黒色用も1個、間二つ開けて黒色用も二つ、移動してきてここの位置に移動してきてちょっと色を変えます。色を変えて、ここはオレンジ色のコンクリートを置いて、赤色その上に黒色、これ黒色の羊毛を1個置きます。でちょっと色を変えます。素灰色の羊毛と薄灰色のコンクリート、これを使います。じゃあここから再開といきますか。ちょっと全体を見て、今からね目のところを埋めていきます。薄灰色用もこれを使って埋めていきます。で一個間隔でここから潰していって、で今潰した箇所を薄灰色のコンクリートで埋めていきます。これで終了ですね。では全体を見ます。これでいかがでしょうか。もし今回の動画よろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の動画ご覧いただきどうもありがとうございました。それでは今回はこの辺で終了とさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。それでは今回はこの辺で失礼します。